アーミーハマーは、アメリカ合衆国の俳優。ソーシャルネットワークでの双子のウィンクルボス兄弟、ローンレンジャーでのジョン・リード、ローンレンジャー、コードネームアンクルでのイリア・クリアキン、アローン、アローンでのマイク、そして、君の名前で僕を呼んで、のオリバー役で知られている。J. エドガーのクライド・トルソン役で、サグ賞に、ノミネートされた。カリフォルニア州サンタモニカで、 父のマイケル・アーマンド・ハマーと母のドルーアンの間の長男として生まれた。家族は他に弟のビクターがいる。父はアーマンド・ハマーファンデーションの CEO であり、ドリームセンター及びノードラーハマーギャラリーズの取締役である。また、曽祖,祖父は石油用のアーマンド・ハマーで、祖父はジュリアン・アーマンド・ハマーである。母のドルーアンは オクラホマ州タルサ出身で、父方の祖母は、テキサス州出身である。ハマーの出自は、東欧系ユダヤ人、ドイツ人、イギリス人、スコットランド系、北、アイルランド系アイルランド人、スコットランド人、ロシア人、ポーランド人、デンマーク人、スイス人、ギリシャ人と、多数あるが、さらに、2013年アンセストリー .com の研究で、8代前の祖祖父は、 チェロキー族の長コナガータコであるとの発表があった。ハマー本人は出自を、半分ユダヤ人と表現している。ハイランドパークで数年間生活していたが、1993年、ハマーが7歳の時に、一家は、ケーマン諸島に住所を移し5年間居住していた。学校は、ケーマン諸島のフォークナーズアカデミー、GCA に通学していた。 後に、一家で、LA に移ったため、サンフェルナンドバレーのハイスクールラボに転校した。6スグレードで、アニーの、ルースターハニガニ役を、ステージで演じたのが俳優としてのデビューであった。両親の反対があったが、11スグレードで、ハイスクールを中断し、演劇学校や芸術学校に通いながら、エージェントと契約して、俳優としてのキャリアを優先した。 その後、両親を安心させるため、パサデナシティカレッジと UCLA のコースを取得した。2008年のインタビューで、ハマーは宗教的信条について自分自身のスピリチュアルライフがあって、それをとても大事にしていると話している。2021年、ハマーが、レープやカニバリズムといった過激な性的願望の DM を、 複数の交際相手に送っていたことが告発された。騒動を受け、所属する、タレントエージェンシーの WM との契約が解除された。他、出演予定であった複数の作品が交番となった。ハマーは、ベロニカ・マーズ、ゴシップガール、リーパー・デビル・バスター、デスパレートな妻たちといった TV シリーズに出演した。あと、2008年10月に初公開された映画。 ビリー、ザ・アーリー・イヤーズにおいて、キリスト教戦士のビリー・グレアムを演じた。この映画の出演により、ハマーは、信仰と、勝値賞の、音調賞のカテゴリーで、ノミネートされた。これは、クリスチャンの観点から見て、映画や TV で、最も印象的なパフォーマンスに授与される賞である。また、シアトル国際映画祭で、初公開された、カート・ボネガット・ジュニアの短編小説。 ハリスン・バージロンが原作のショートフィルム2081でハリスン・バージロンを演じた。2007年映画監督ジョージ・ミラーに指名され長い審査の末にジャスティス・リーグ・モータルでブルース・ウェイン・バットマン役に決まったが未制作に終わった。この作品の別のバージョンが2017年に公開されたジャスティス・リーグである20。2010年 フェイスブックの創設を描いたデイビッド・フィンチャー監督の映画ソーシャルネットワークに出演しハマーはジョシュ・ペンスと共に双子のキャメロンとテイラー・ウィンクルボスを演じた撮影後はペンスが演じたテイラーに CGI でハマーの顔が貼り付けられているハマーはボート競技のチャンピオンである双子を演じるためにボートの両側を漕ぐ技術を習得しなければならなかった ハマーの次の作品は、クリント・イーストウッド監督の、ジェイ・エドガーで、クライド・トルソン役で出演した。この作品は、ジョン・エドガー・フーバーに、ついでのドラマであった。また、ジュリア・ロバーツや、リリー・コリンズと共に2012年の映画、白雪姫と鏡の女王に、アルコット、王子役で出演した。そして、ザ・シンプソンズのエピソード、ザ・ディー・オー。 シャルネットワークにウィンクルボス兄弟の声で出演した。ホザイズ局による放送、映画、tv シリーズのローンレンジャーから派生した2013年のローンレンジャーが制作された。ハマーはこの作品にトント役を演じたジョニー・レップとの共演でジョン・リード、ローンレンジャー役で出演した。また、 1960年代の t v シリーズ0011ナポレオンソロをガイリッチー監督が2015年にコードネームアンクルとして映画化した作品にナポレオンソロ役のヘンリー・カビルと共にイリアクリアキン役で出演した。ハマーは2016年公開の作品トム・フォード監督のノクターナル・アニマルズにアンサンブルで出演した。また、 ベン・ウィートリー監督のフリーファイヤーにオード役でアローン、アローンにマイク・スティーブンス役で出演した。ティモシー・シャラメ、マイケル・スタールバーグと共にルカ・グア・ダニーの監督の君の名前で僕を呼んでにオリバー役で出演した。アンドレ・アシマンの小説が原作によるもので2017年のサンダンス映画祭で初公開された。 この映画のオリバー役でハマーは放送映画批評家協会賞とインディペンデントスピリット賞、そしてゴールデングローブ賞の助演団優賞にノミネートされた。2018年に公開された作品最高裁判事のルース・ベーダー・ギンズバーグの夫、マーティン・ディ・ギンズバーグ役でビリーブミライへの大逆転に SF コメディのホワイトボイスに ムンバイ同時多発テロに関係したスリラーのホテルムンバイに出演している。またハマーは2018年6月29日からセカンドステージシアターで上演される劇作品ストレートホワイトメニューの出演が3月に発表された。ハマーはドルー役でエド役のトム・スケリットと共演予定である。友人のタイラー・ラムゼイの紹介で知り合った。 TV パーソナリティのエリザベス・チェンバースと2010年5月22日に結婚した。その結婚式はタウンカントリー誌の2011年1月号に掲載された。2014年12月1日に生まれた娘、ハーパー・ハマーと2017年1月19日に生まれた息子、フォード・ダグラス・アーマンド・ハマーの2人の子供がいる。ありがとうございます。